こんにちは、ユーツールボックスのうすけです。今日はこちらのクレッププロテクト、先日購入したエアジョーダン1シカゴカラーにスプレーしたいと思います。スプレーが完了しました。幼なじみがプレゼントでくれたエアマックス97も一緒にスプレーしました。前回の動画では黒のシューレースを通したのですが、やっぱり白に変えました。塗りたてなので少し乾かします。エアマックス97もかっこいいですね。こんな感じでデニムに合わせてお出かけしました。90年代のファッションって感じしますね。 Y2K ファッションが流行ってるし、割と馴染みそうですね。バイクに乗るときはいつもレザーブーツですが、エアジョーダンを履いて乗ってみました。エアジョーダンで乗った感想はツーリング帰りにお伝えしますね。特に目的はないですが、静岡空港に来てみました。乗降レーンの先で少し休憩です。ちょうど日が沈むところでした。沈んでしまいました。寒くなるので帰ることにします。エアジョーダンで乗った感想はというと、ブーツのソールに比べるととても柔らかいので、シフトチェンジの時に足の裏がゴワゴワしますね。ドラッグスターの時はカーブでステップを擦ることがあるので、下手したらソール側面が削れてなくなりそうです。ブーツは張り替えれますが、エアジョーダンは張り替えられないですからね。ロスト&ファウンドは色味が少しくすんでますが、ダークカラーのドラスタに合わせると色映えしますね。右足のブレーキ操作性は特に悪くないですが、左はシフトアップからシフトダウンするときにシューレースホールの生地がチェンジペダルに引っかかるのがちょっと気になる感じでした。エアジョーダン1の履いてみた感想はこんな感じでした。バイクに乗車時の感想ですみません。普段履きは普通に抜群にいいです。テンバイヤーではない証明にはなりましたかね。これからもどんどん履いていきたいと思います。この動画が良かったと思う人は、ぜひとも高評価ボタンをお願いします。またスニーカーやバイク、工具、キャンプなどの動画が見たいって人は、チャンネル登録、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。